様こんにちは。本日バンバ塾を担当させていただきます、バジ文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬圭奈です。桜花の奇跡は毎週土曜日にバンバ塾担当させていただいております。ありがとうございます。本日は5月14日土曜日に行われる帯広10レースさみだれ特別永遠に一組の予想を行っていきたいと思います。早速私の注目馬の1頭目はこちら、2番のオールラウンダーです。はい、前走は2番人気と人気を背負っていましたが、ちょっと第2障害までも足取りが重く自分でレースを作れませんでした。本馬の良さは積極的なレース作りかと思っています。注目したいのは2走前です。1番に第2障害手前まで来て、そのまま先頭をキープして勝利していました。こういうレースぶりができるのが本馬の強みであり、3走前の勝利もそういう積極さがありました。今回は自分らしいレースができることに期待します。続いて2投目の注目馬はこちら、4番のコーションレガシーです。はい、レースぶりを見ていると本馬はあまり障害が上手なタイプではないかもしれませんが、下ると大変強くいい足を持っています。今週もお天気的にパサパサとした馬場になりそうな予感ですが、前走も 0.4% の馬場で下ってからいい足で勝利していました。さらに少し前にはなりますが、昨年6月のミントスポット杯オープンでは 0.8% とパサパサ寄りの馬場の中で戦国エースミノルシャープに次ぐ3着と、あの乾いた馬場での信頼度というのは非常に高いかなと思っています。障害さえ超えてしまえばということで期待してみたいです。馬券の方は2頭挙げさせていただいた2頭に1番の皇帝を加えたうまくボックス3点と3連複軸2頭流しで挙げさせていただいた2頭から1番の皇帝、3番のアーモンドキーマン、5番のダイリンファイター、そして10番の坂のダイヤに4点流してみたいなと思います。みんな無事に頑張ってほしいです。以上、それいけばんば万栄の奇跡でした。ありがとうございました。